散々遠回りしたし、散々嫌な思いさせちまったけど、それでも俺が一緒にいてから、俺と結婚して。しょうがないな。私があんたを幸せにしてあげてもいいよ。宣戦布告だな。やってもらおう。蒼太くんが好きだったのはただの幻想だったんだよね。いつまでも幻想の中では生きられない。好きだよ。サイボさんが俺に与えてくれたものはかけがえのない宝物だよ。どうして私なんですか。あなたでなければいけないから。星川高根さん、私あなたのことを好きになって差し上げます。あなた以上に大切なものはこの世にありません。さあ、私と一生を過ごしてください。結婚してください。私の妻になってください。私と一生を過ごしてください。あなたを幸せにします。結婚おめでとう。お前のどこが不幸なんだろう。10年も好きな男に相手にされない女が幸せだと思いますか。あー、詐欺。ねえねえ、私の撮影いつにする？明日？明後日？朝日を追いかけてきて、そんな強い追い風吹いてるの初めてだからさ。覚悟を決めて全力で突っ込むしかないでしょ。引っ越しいつになったの？やめた。大家に引き止められちゃってさ、寂しいとか言っちゃって。結構寂しかった。そんな誰もいない家に帰って気づいた。しょうがないな。いいよ、もう来て。どうしてみんなこんなの？バカ。それが本当のあなた。それが本当なんだ。また負けて泣いてんのか。なんで参加したんだ。せっかく2回戦でこのゲームから抜け出せたってのに。私、秋山さんが3回戦に進むの止めたくて。分かった。誰かに話しても信じてもらえない。そりゃそうだよな。世界で自分だけ別の生き物に感じてくる。お前が怪物なら俺もそうさ。俺が一生守ってやるよ。クリスマスができる気はしない。じゃあ試してみよう。ちょっと嘘ついてた。10年生きた人はほとんどいないんだ。これから俺がまつりちゃんのことを守るから。これ以上家族がいて死ぬのか怖くない。俺と星降る夜に願いをありふれた会話や仕草を少しも忘れたくないよ。揺れりふり白い雪のように恋が消えたとしても。寂しくなってもレッちゃんに会いたい。初めて会った時からあなたのことが好きです。大好きです。巻き込むぞ。いいな。あなたとプライドなど今もどうでもいいです。私は日向ソウルについていきたい。あんたの方が非常事態か。私が今ここにいるのは花沢類のおかげなんです。なんでさ、俺がピンチの時花沢類か知ってる？牧野のこと好きだからか。